バイオベンチャーとは、バイオテクノロジーを主たる事業とする振興、中小企業を指す。欧米では一般にバイオテクノロジーを扱う企業を、バイオテックカンパニーズと呼び、設立時期の新しい企業に言及する際は、スタートアップス、中小企業を表す際は SMES を使用して、大企業を特別している。医薬品の開発を行うものは、創薬ベンチャーとも呼ぶ。 バイオインダストリー協会では、下記の4つの条件を満たすものを、バイオベンチャーと定義している。バイオテクノロジーを手段、または対象として、事業を行うもの中小企業基本法による、中小企業の定義のうち、従業員数に関する条件に当てはまる、もの設立から20年未満のもの研究開発、受託研究サービス、製造、 先端科学関連コンサルティング等を主たる事業とする、物医薬品、医療、健康、農林水産業、環境、エネルギー、研究支援などの分野が相当する。2014年度の調査では研究支援分野117社、医療、健康86社で、この2分野で日本のバイオベンチャーの約7割を占める、医薬品の39社がこれに次ぐ、大学から、 コア技術を得ている大学発ベンチャーが過半数を占める。非創薬系の中には、畜産やバイオ燃料、廃棄物処理技術の開発を行う企業もある。従来の低分子医薬品は、開発に多額の費用と長い時間を要すため大企業による開発が一般的であったが、バイオ医薬品ではアイデアを活かした開発が可能となり、大学やベンチャー企業の参入が容易になった。 製薬業界では、1990年前後に、開発された大型医薬品の特許が切れる2010年問題を、控え、後発医薬品進出による売上減少をカバーする、必要に迫られた。社内での新薬開発では間に合わず、外部からの技術導入が必要となる。大手製薬会社では、従来有効な治療法のなかった疾患に、重点疾患領域を移しつつあった。 抗がん剤などもこれに当たるが、バイオ医薬品の実用化により、ベンチャーが得意とする分野となっていた。このことから、製薬会社では、バイオベンチャーとの提携や買収を積極的に進める動きが加速していった。創薬ベンチャーは、製薬会社とライセンス契約し、パイプラインの開発を行う、アップフロントマイルストーンペイメント、 ロイヤリティの3種類の契約条項を締結することが一般的である。知見において副作用が確認される、あるいは有効性が確認されないなどの理由により、製品化に到達できないリスクも小さくはない。パイプラインを一つしか有していない場合には、その事業の失敗により、企業としての存続が困難になる場合がある。1976年に遺伝子組み換えの 大腸菌を利用したインスリン製剤の大量生産に成功したジェネンテックがアメリカ合衆国で創業。これがバイオベンチャーの第一号である。これに次いで1970年代後半から1980年代にかけてアムジェン、バイオジェンなどのバイオベンチャーが創業。製薬会社とのアライアンスを構築し大企業に成長していった。1990年代には ヒトゲノム計画の進展に合わせゲノム関係のベンチャーが数多く創業した。日本でバイオベンチャーの設立が盛んになったのは1990年代後半から2000年代前半にかけてで2002年がピークであった。この背景には政府のバイオテクノロジー振興策やマザーズやヘラクレスなどベンチャー向け株式市場が開設されたことがある。 株式公開は2000年12月のインテックウェブゲノムインフォマティクスが第1号であった。2006年にはバイオバブル崩壊が起き、2008年のリーマンショックによるリスクマネー供給抑制の動きが追い打ちをかけて企業数は減少に転じた。また、2008年には創薬ベンチャーと製薬会社との提携件数が増加し、 研究支援型から創薬型へと主流が移っていった。日本のバイオベンチャーで自家総額の大きい企業には下記の例がある。上場時期の古い企業には下記の例があるアメリカにはアムジェンやギリアドサイエンシズなど自家総額10兆円を超えるバイオベンチャー企業も存在する。ありがとうございます。